ファッテジャンガシャハファッテジャンガシャハはファテチャンチャウタリアは、ネパール王国の政治家。同国首相を2期務める。王族出身。首相人気は次の通り。1840年から1843年、1845年9月から1846年9月14日、1840年、ラナジャンガパンデに変わる形で首相となる。 1845年9月、ネパールの首相に再びなるが、政治の実権は、ラジェンドラ・ビクラム・シャハ国王の王妃である、ラージャ・ラクシュミー・デビーの愛人だった、軍参謀長、ガガン・シンハ・カワースによって握られていた。ジャンガバ・ハドゥル・ラナはガガンに野心を見せずに王妃に、取り入って、ガガン・シンハが持っていた7個連隊のうち3個連隊の、指揮官になった。 1846年9月14日夜、ガガン神派は、宮廷のバルコニー祈祷中に射殺されたので王妃は、ジャンガバハドゥルラナに直ちに前廷神を、王宮警護隊の庭に集めるよう命じた。王妃の命により、ジャンガバハドゥルは部下たちを邸内部にて、王妃の命令があるまで出さないよう命じた。内部では、様々な出来事の後、ファッテジャンガシャハを、 はじめ多くの挺身が虐殺された。ありがとうございます。